アゾレス諸島地図はゾレス諸島は大西洋の中央部に位置するポルトガル領の群島。諸島全体は自治権を持ち一つの行政区でもある。透明の発音はポルトガル語ではアソーレスとなる。ポルトガル沖約 1000km の大西洋上に浮かぶ。1427年に発見された。 リスボンから約1 5 0 0トル、北アメリカの東端から3 9 0 0トルの位置にある。火山が起源で9つの島からなる。ピコ島の火山、ピコ山は標高2 3 5 1ルでアズレス諸島のみならず、ポルトガルの最高地点である。捕鯨及び遠洋漁業の基地としても使われたほか、現在は温暖な気候から保養地として人気がある。 カルタゴ人による紀元前の遺跡が2011年に発見されたが、以前からヨーロッパの古典史、サーガに登場する西方の島々のモデルと考えられていた。1427年、ポルトガル人、ディエゴデ・シルベスによって発見された。マルティン・ベハイムによれば、1431年にエンリケ公会王子の配下の船長の一人によって発見されたという。 1439年以降植民地化が進むが、初期はポルトガルからの移住者を中心とするものの、各国から移住者があった。その地理上の位置から、新大陸への重要な航海基地となった。1583年、スペイン王フェリペ2世が、ポルトガル王として、フランス人商人を排除するために、アゾレス諸島に戦乱を派遣した。アゾレス諸島は、 ポルトガル領の中で最後までハプスブルク朝のスペイン王フェリペ2世のポルトガル支配に抵抗した土地となった。1806年、ジョン・バス・ダブニーが統治で最初のアメリカが衆国領事となる。1820年からの内戦ではアゾレス諸島は自由主義派の拠点となり、テルセイラ島にマリア2世の宮廷が置かれた。1892年2月、ポルトガル政府が テルコンに自国とアゾレス間の海底ケーブル付設権を与える。第二次世界大戦中、ポルトガルは一貫して中立国であったが、イギリスとの英保英級同盟やアメリカからの政治的圧力があったために、事実上、島は連合軍の基地として使用された。1976年以降、アゾレス諸島全体は自治権を持つ一つの行政区となっている。 アゾレス地域圏のシフト、行政府はサンミゲル島のポンタデルガダ、議会はファイアル島のオルタ。司法上の中心はテルセーラ島のアングラドエロイズモに置かれる。ピコ島の清掃火山、ピコ山の風景リスボンのほぼ西に位置する。主要な島は9つ。総面積は2355平方キロメートルである。気候は1年を通じて温暖である。アゾレス諸島は、 大西洋中央海嶺とホットスポットが重複した位置にあり、基本的には火山島である。アゾレス諸島の島は3つに大別される。最大の島はサンミゲル島、最小の島はコルボ島である。また、成形25度から31度という位置にあることから、ポルトガル本土やマデーラ諸島よりも1時間遅い、アトックマイナス1を標準時として採用している。 リスボン及びポルトとサンミゲル島のポンタデルガダの間にシリアル ATA インターナショナルの定期便が就航するほかヨーロッパの主要都市との間にも定期便が運航されている。ポンタデルガダ空港からアゾレス諸島各島に航空便がある。またポルトガル本土の主な港との間にフェリーなどの定期船も運航されているほか観光客を乗せた。 クルーズ客船も頻繁に運航されている。人口は全島を合わせて24万人強で、その半分以上がサンミゲル島に住む。2002年12月31日の統計では、全島の人口は23万8767人、人口密度は106人、平方キロメートルである。全人口の95%がローマカトリック信者である。 テルセイラ島のアングラード・エロイズモ。世界遺産に登録されている、諸島内には16世紀から18世紀にかけた建築物が随所に残る。テルセイラ島のアングラード・エロイズモの市街と、ピコ島のワイン畑の景観がユネスコの世界遺産に登録されている。非公式ながら、サッカーアゾレス諸島代表というナショナル選抜チームも存在する。 2002年と2006年の FIFA ワールドカップにアソオレス諸島から初のポルトガル代表選手として出場したペドロ・パウレタがいる。ヌーのベッテンコートはアメリカに移民した。ありがとうございます。